フローラ・マクドナルドは、スリートのマクドナルド氏族の一員であり、1746年4月のカロデンの戦いに敗れたチャールズ・ジャクシン王がお手を巻くときに援助したことで知られる。フローラの家族は1745年ジャコバイト放棄でイギリス政府を支持しており、フローラは後には家臣王の境遇への同情から手を貸したと主張した。フローラは、 若信号に援助した角で逮捕され、ロンドン島に投獄されたが、1747年6月に恩赦され、1750年にアラン・マクドナルドと結婚した後1774年にノースカロライナ植民地に移住した。しかし、アメリカ独立戦争でイギリス政府を支持したため、アメリカでの領地を失い、二人はスコットランドに戻った。 フローラは1790年に、アランは1792年に死去した。フローラの出生地、サウスウィスト島。1722年、ラナルド・マクドナルドと二人目のツママリオンの三人目の子供としてアウターヘブリディーズのサウスウィスト島ミルトンで生まれた。父ラナルドは下級ジェントリであり、ミルトンとバリバニックのタックスマンである。 兄弟にアンガスとロナルドがおり、アンガスは後にミルトンを継承し、ロナルドは創生した。生まれた直後に父を亡くし、母は1728年にスカイ島出身のヒュー・マクドナルドと再婚した。フローラは父のいとこアレクサンダーに育てられており、エディンバラで教育を受けた説もあるが、確証はなかったという。また、マクドナルド氏族は一部がカトリックのままだったが、 フローラの家族は、長老派協会に属した。スカイ島とラーゼー島の地図。1746年6月のカロデンの戦いに、敗れたチャールズ・エドワード・スチュアートは、数人の副官と共に、アウター・ヘブリディーズのベンベキュラ島に落ち延びたが、フローラはちょうど同時期にベンベキュラ島を訪れていた。アントリム県出身で、若新号に同伴していた混合ニール隊は、フローラの遠であり、 彼はフローラに助けを求めた。フローラの出身氏族であるスリートのマクドナルド士族は1745年ジャコバイト放棄に参加しておらず、ベンベキュラ島もフローラのまま父姫率いる政府側の民兵隊が支配していたが、フローラはこのつけがあったおかげで、スコットランド本島への渡航許可を申請できた。ただし、フローラは、もし捕まった場合には、家族も影響を受けることを恐れ、 一時は躊躇した。もっとも、後の証言ではヒュー自らが若歌信王に捜作隊の目から逃れるための隠れ場所を教えたとされ、フローラが実際に犯した危険はそれほどのものではない、可能性もある。そして、フローラには使用人二人と、船員六人を含めるスコットランド本島への渡航許可が与えられ、その中には若歌信王を噴するベティバークという、 アイルランド人使用人も含まれた。6月27日、一行はスカイシマキルブライド近くのモンクスタットにあるアレクサンダーの邸宅近くで上陸した。アレクサンダーが不在だったため、その妻マーガレットはカレーと共に若新王に宿を与えた。カレーは若新王に対し変装で逆に怪しく見えたためそれを外すよう助言したという。翌日、王は スカイ島、ポートリーから出港して、ラーゼン島に渡ったが、フローラはスカイ島に残り、以降二人が再会することはなかった。1746年6月28日、フローラと赤神王が別れた場所であるポートリー港。2週間後、船員たちがイギリス政府に交流され、自白した。フローラとマーガレットのカレーも逮捕され、 ロンドン島に投獄されたが、マーガレットが、スコットランド民事構層委員長団間フォーブズに掛け合ったおかげで、国王の使者の監視の元ロンドン島外で生活することができ、1747年6月恩社法で完全に釈放された。当時の上流社会はフローラに合計1500ポンドを寄付し、王大,大使フレデリック・ルイスも寄付者の一人だった。フローラは、 事前行為として若歌信王を助けたと王大使に述べ、たとえ事前行為の対象が王大使だったとしても、同様の行動をしただろうとも述べたという。1750年11月6日、フローラは28歳でイギリス陸軍タイアラン・マクドナルドと結婚した。二人はフロディガディに住み、アランの父が1772年に死去するとその遺産を継承した。 作家サミュエル・ジョンソンは1773年にスカイ島を訪れた時、フローラに会ったが、彼女を柔らかな要望、穏やかな物腰、優しい魂、エレガントな態度を有する女性と形容した。また、キルミュアにあるフローラの記念碑の悲鳴もジョンソンが書いたものだった。アラン・マクドナルドは1756年から1763年までの七年戦争で、 第114不評連隊と第62不評連隊に所属して戦った。一方で商売には弱く、時代について、氏族長ともめた末、1774年に、妻フローラと共に、ノースカロライナ植民地のアンソン群に移住した。二人は、マウンテンクリーク近くの、キリグレイという辞書に今日構えた。1775年に、 アメリカ独立戦争が勃発すると、アランは、王統派のノースカロライナ民兵隊に、アンソン大隊と呼ばれる大隊を招集、息子のアレクサンダーと、ジェームズも入隊した。イギリスの輸送船からの物資を受け取るために海岸に向かうこととなったが、その途中の1776年2月28日に、アメリカ軍の襲撃を受け、アランが捕虜になった。177 17年4月、 ノースカロライナ植民地会議は、王党派の財産を没収し、フローラも全財産を失って、キリグレイから追われた。夫アランは18ヶ月間の捕虜生活を経て1777年9月に、釈放された後、ノバスコシアのフォートエドワードで、第84不評連隊の隊長を務めることとなり、フローラは1778年8月にアランと合流した。 キルミュア墓地にあるフローラの墓。フローラはハリファックスで厳しい冬を過ごした後、1779年9月にイギリスの市略船ダンモアでロンドンに渡航した。しかし、途中で腕を怪我し、健康も悪化したため、スコットランドに戻るのは1780年春のこととなった。その後数年間はダンベガンなど各地の家族のところを転々とした。 ノースカロライナでの領地の募集に対し、賠償金が支払われたが、その金額では、ノバスコシアに住むことができなかったため、アランは1784年に、スコットランドに戻った。元の住み家である、キングスバーグは、フローラのイボ姉妹とその夫が住んでいたため、フローラとアランはその近くのペンデュインに住んだ。1790年、フローラは68歳で死去。 キルミア墓地で埋葬された。夫アランは1792年9月に死去した。二人は五男二女を設け、うち一男は1781年に、もう一男は1782年に生み男死したが、三男ジョンはインドで財産をなし、両親の晩年を幾ばくか過ごしやすくした。1896年に、インバネス城で建てられたフローラの彫像。 若新王の逃走劇の描写では若新王自身にスポットライトを当てることが多く、フローラは副次的な役割に降格され、公正な評価を受けなかった。彼女は若新王との一件について話すことがほとんどなく、若新王がポートリーから出港した以降に二人が再会することもなかった。この時、フローラの行動の動機の一つに若新王の存在が、 フローラ一家を危険にさらしているということが考えられるという。ビクトリア朝におけるスコットランド文化で代表的だったのはタータンや19世紀末に創設されたバーンズ・サパーとハイランド・ゲームズであり人物ではスコットランド女王、メアリーやチャールズ・ジャクシーン王などであった。フローラは初め注目を受けずスコットランド文化で 代表的な人物になったのは1878年にフローラの自伝という書籍が出版された時だった。この自伝は誤りが多すぎてフローラ本人の作品ではなく孫娘のフローラ・フランシス・ワイルドによる大作とされる。また、アレクサンダー・チャールズ・ユワルドが自身の作品ザ・ライフ・タイムズ・オブ・プリンス、チャールズ・エドワード・スチュアートで フローラの貢献に研究したこともフローラが広く知られるようになる一員であるという。1884年、サー・ハロルド・ボルトンが既存のメロディーに歌詞をつけ、ザ・スカイ・ボート・ソングと曲名をつけた。直後には、ハイランド・ダンスのフローラ・マクドナルドの空想が初演され、1896年にはフローラの銅像がインバネス城に建てられた。米国のオスカロライナ州、 デッドスプリングスのフローラ・マクドナルド・カレッジはフローラを記念して名付けられたものである。また、スコットランド軍ハイランド・ゲームズは2009年まで同行者で開催された。スコットランドの肖像画家、アラン・ラムゼはフローラの肖像画を数度描いたが、その多くは現存しない。この記事の冒頭で使われている肖像画はフローラが、 ロンドン島から釈放された後の1749年から1750年頃に描かれたものであり、2015年にはそれまで知られていないフローラの肖像画がフロリダ州で発見された。この新しく発見された肖像画もラムゼーの作品とされ、フローラはノースカロライナに移住した時に肖像画を持って行ったという説が唱えられた。ありがとうございます。